スタンドバイミーのコードストローク解説です。キーエーとキージーの両方で一緒に歌を飛行でアップロードしていますが、今回はキージーテンポ100で解説します。使うコードは4種類です。押さえにくいのはデーですかね。このデー、押さえにくい台法の E と似てますよね。指使いを加えると、人差し指が一弦にフレットを押さえるか、押さえないかの違いです。Dコードを押さえる指の一例です。一例と言ったのは、どの指で押さえてください、という決まり事はないからです。私は、3弦4弦を中指で、2弦を薬指で押さえることもあります。自分が押さえやすい指を使ってください。では、今回のストローク解説です。3種類の8ビートのリズムで演奏しています。スタンバイミーのリズムですね。どのようにストロークをするかということなんですが、同じ説明になりますが、ストロークは矢印のようにアップ、ダウンと交互に弾きます。実線の矢印は引いて、点線の矢印は空振りです。リズムはダンタダンタダタの繰り返しになります。シンコペーションというリズムです。シンコペーションの、1、2拍目ですかね。2拍目のをカッティンチャッという音に、というふうに弾くリズム、これも動画の中に出てきますので一度覚えてみてください。ストロークのアップダウンはシンコペーションと変わりませんが、ストロークのアップダウンはシンコペーションと変わりませんが、リズムはダンチャダンタダタ、まあ、シンコペーションのちょっと変わったものだというふうに、考えてもらえば結構です。でもう一つが8ビート、4拍ですけれども、これを全部いきますとこんな感じになりますよね。これだとまあリズムも何もないので、さっきのチャという音を入れますと違いますね。ズンズンチャッチャ、ズンズンチャッチャっていう風な音になりますけれども、こういうリズムでもこの動画の中に入れてありますので、今回の動画ではこの3種類を使っています。シンコペーションです。ここからは少し演奏パターンを変えてみます。
奏に入ります。最初の演奏パターンに戻ります。ここからも演奏パターンを変えますね。いろんなストロークパターンで演奏してみてください。オリジナル速度でもどうぞ。